あ、始まってる。明けましておめでとうございます。見てますか皆さん、テーブルテレビのファンの皆様、そして株主の皆様そういうのいらないか。いらないですか。あの今日割と株価は下がってるんですけど、あのいろいろね、ソシャゲメーカーとして、あの全体的に下がっちゃってるみたいな、もしかしてなんか全然同等、もういいです、そういう話はやめましょう、危ないから。あの大丈夫です、うちは何の特許も侵害しないと思うので、株主の皆さんご安心ください。ちょっとさ、私の手が震えるようなこと言わないでほしいんだけど。いきなりね、暗い話題から入りました。もうね、あの今日は下っ端さん虫目見せろってことで、はい、もう配信前からやってます。配信前からやってます。時間がね、30分しかない。でも私あのツイートしましたけど、2週目突入しても多分5秒で終わりますよ。僕もこの間ね、あの決意やってたら、はい、表2週目の1年で死にました。そしたら揉むっていい、何回も用意はよろしいです。揉む押さないっていう、っていうそれ違うゲームなんですね。最近決意エゴサしにくくなりましたね。決意ちょっとエゴサしにくくなる。決意ちょっとね、とあるゲーム。どっちも好きですよ。あ、何食らってんの？正月からロケで行ってきました。決意ね。フィールドテストですか？そうですね。PS4 版の、はい、もうヘイでやってて、正月から。最近ヘイ行くと思うんですけど、用意はよろしいですか。あのうぬぼれだったらいいですけど、割と視線を感じるんですよ。普通に声かけられません？声かけられました。まあ、そりゃそうですよ、はい。まあ、ぜひぜひ声かけていただいた写真を撮っていただいて、ヘイは撮影禁止です。あ、やばい、あ、ミスった、やばい、終わる、しまった。だいぶ予想外、それはちょっと想定してなかったけど、割とね、ヘイでやってた決意ってあれ PC 経由なんで、ちょっとたまに重くなっちゃってたと思った。あ、そうなんだ。あのプレステ4版を狩猟中みたいな感じになる。狩猟中かなんか全体的に重く感じちゃうんですけど、まあプレステ4版は大丈夫、私が保証します、ご安心ください。はい、決意です。そうですね、剣祭りで触っていただいた方はちょっとヘイの重いかもしれないな。あ、配信プレイ見てました。2面のボスで欲張って死ぬっていう割と恥ずかしいことです。用意はよろしいですか。怖い怖い、戦闘機が接近中です。あ、落ちた。いや、すいませんね、見ていただいてありがとうございます。待って、私がやっつけちゃうんだから。パフェちゃんと今ゴマウツで東京やってて、アイちゃんが6位。あ、そうなんだ。ハイサーは4位。ハイサー、ハイサー、パフェ入ってる。テゼリ32位、コレット40位。結構歴代ケーブキャラしっかり入ってるんですよね。アサギ50位。なるほど。あー、ブラックバン60位。やっぱエヴァンズマンの方が人気か。なるほど、エヴァンズマンに入れてます。用意はよろしいです。これもエヴァンズ。あれ、パフェちゃんか。やばい、パフェちゃん入ってる。無人付近120。ユーマなんですよ、130。ユーマ、ユレック入れろよ。ユレックに心の中で投票してください。コマ運営さんたちにユレック出してくださいって土下座したことある。そうなんだ。半年くらい前に出ません。それはじゃあダメ。ラーサに負けられる。あ、パフェアいました、181。ラーサに負けてます。ああ、そうなんだ。パフェちゃん、ラーサ強い、思ったより強い。180、そうですね、パルムより人気です。へえ。ミッション開始です。ああ、そういうこと。レインは持ってきて228、ミクシー231。ああ、じゃあやっぱ大佐行きましょう。大佐行きましょうってなって、大佐が今4位なんで。やべ、え、なに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 、え、待って待って、あれ違う、A ボタン効かない。4位がよろしい。
ーやばいこれ。レーザーが効かなかった今。すごい強く押してる。不良を選ばず。レーザー出ないのまずいでしょうか。若林不良を選ばずなんかあるじゃないですか。実弾不良を選ばずみたいな。エヴァンズマン41。1位ドラゴンドーンがもらえる。やばい、私なんでここに、なんで私ここに出てこなかった。大丈夫かこいつだったら。さっき久々に学園編のやつらに召し上げました。餌じゃない。ランチ。あれ、私こっち久しぶりだから。そっか、 SD 化もあるんだ。 SD 化もあるんだ。そうか、やばい、8駅の場所わかんない。やばい、用意はよろしいですか。大佐の SD 化見たいですね。見たくないような気がするよ。ハイサドーン、ハイサドーンいいですね。スコアタランキング上位、ハイサが熱烈ですね。カキョインはよろしいですか。言ってません。カキョインさんってどうなったんですか。言いますかそれ。いや、これ下げます。ハイエルファントグリーン。いいからやめてください。ね、いいはずよ、緑でしか取らない。割とね、2周目は結構ドーンって上がるんで、なかなか2回目のスコアエクスメントいけないようです。あ、やった。レーザーっていうレーザーって基本ですよ。違う。違わない。やばい、ここでこんな死んでる。全部コントローラーが悪い。本当にあの、ルシフタです。お、初火鉢火鉢出してほしい。え、火鉢出してほしい。火鉢、はい、火鉢どうやってたの。アートした表を2回ボムで収めて8番方かな。もう終わってますね。もう状況が違う。まだパターン甘いですね。これやばいやつが甘い。パターンが甘い。これだよ俺。アンバなんだっけ。まあ分かった。なんすか。用意はよろしいですか。ほら、あだちゆみと結婚した人。甘い。あだちゆみと結婚した人の名前分かる人。誰も分からない。もういいよ。あの、甘い。あー、やばい、始まってる。タッグ名もさ、コンビ名。うっそ。あ、スピードワゴン。あ、そうだ。あ、ここでまたジョジョネタが出てしまった。ちょっと、本当にやめて。本当にやめて。いらない日が増えるから、本当にやめて。やばい。ゲロゲロに調子が悪いです。やばいんだ。ここでクリアできないフラグ。え？クリアしましょう。大凶フラグ。正月変異できたんです。ミッション開始です。混んでました。まあ、それなりになんかみんな何やってるの。そういうこと言う。あなたも何やってるの。仕事です。いや。レーザーが効かないかもしれないというプレッシャー、わかりますか。用意はよろしいですか。何点のせいにしない。
手が悪いの。あらがいに連射ボタンがあったんですよ。あなた文句言ってるじゃないですか。3ボタン。これは泣きますね。あ、出た。あ、出たー。こっちが来ちゃったよ。やだよ、セセリみたいな動きするやつ。あ、ダメだ。もうやばい。来てください。アリア先生。アリア先生っていう先生がいらっしゃる。音楽。はい。用意はよろしいですか。子供の時アメリカにいた。あ、そうなんだ。どの国でも行ってる。いや、そうじゃない人もいますって。小学校半分日本で半分アメリカ、中学校2年、はい、どうの音楽の先生外れでしたね。外れてない、外れてない。もうね、将来のババアが。やめなさい、そういうこと言うの。いずれ自分に跳ね返ってきますよ、そういうこと。もうね、ここは無理なんですよ。無理なんですじゃない。無理はない。ああー、もうダメだ、やばい。これ大凶です、大凶。もう今日クリアできない。ゲノンやばい。え、まだゲージ溜まってないの。止まった。イエーイ。あーイエーイ。あーここで使っちゃダメだ。顔がすごかったから嫌いです、ね、顎の肉が、ね、うるさい、うるさい。ダメだ。すごいな、初めてか。初めてだったらもうちょっとヤバかった。ミッツ地帯初めて。まあ、あの昨日やった時はそこそこだった。用意はよろしいですか。やばい、これ生き残れないっすよ。されてくるし、涙と鼻水の覚悟はよろしいかな。全然できてないです、覚悟。何の覚悟もない。涙と鼻水。本当ね、体の痒みとか腫瘍とかが一番。あの、そういうこと言わないでください。今すごい痒くなっちゃうでしょ。赤くんしょ、痒み。切り返し。ここは U の字に切り返しますけど、ゲホゲホじゃない。苦しい。割とね、最近会社病気がちの人多いです。すみません、僕も昨日休んだんですけどね。そうですよ、先生昨日いなかったじゃないですか。おっ、一時やファイナルファンタジーだね。病気、言っときます。そうです。実は割とね、複数人でやるゲームってあんま好きじゃない。やっぱ一人でやる。シューターです。シューターなんです。テニスもダブルスよりシングルだったり。あ、そうなんだ。あと腕相撲も2人で2人。それは私もちょっと
用意はよろしいですか。これはちょっと語学まで持つか、私語学まで持つか、持つでしょ、持つでしょ、もうほんとそこのあまり乗っかりハイパーされないって言われてます。あの、違うパターンがなんか割と溜まったらすぐ出しちゃう系女子。そうですよ、そうですよ、貯金できないんですよ。給料日、酔い越しのお金は持たない。放送前はちゃんとできてた。だから緊張してるんですよ。まさか何回放送してんだ。怖いよ。わあ、ちょっと助けて。だってハイパー溜まってないし。溜まった。ほら溜まった。何ですか。言葉を失う。何ですか。ちょっと向き合いましょうよ。何と敵と向き合ってますよ。向き合いまくってますよ。ほら、切り返しをする電気だな。ハクインの戦闘機が接近中です。ご発見したくです。ただし、撤退行動に移ります。白で。もういろいろダメ、いろいろダメ。ラインなくしてます。誰の？ああ嘘！ボム1は無理。ボム1は無理だよ。ここの仕事に差し支えます。用意はよろしいですか。ボムだぜ。誰の信用を失うってか。上司。誰？上司そんなに私の信用。ああ。っていうか池田さんに言います。やめて。やめて。さん、ドアがパスしましたよ。あーやばい、ラスボム。補助システム可能。カウントダウン5 4 3 2 1 0。開けましておめでとうございます。じゃあこの時のために取っておいた企画。何ですか。さっき部屋に入ってきたら、はい、こんなものを見つけました。これね、リアルスコア大会イベント前に C さんと古畑さんが頑張って微妙な再生回数の動画をいっぱい上げてたんですけど、いや割と面白い、内容面白いんですけど、ツイッターとかでちょっと普及しきれてなかったのかな、まあいろいろあるんですけど、危機聖水っていうのやってたんですよ。あの5種類聖水言ってたじゃないですか。なんかレイキュンの白濁液とか、はい、なんかいや、正式名称ですね。それ用の目隠しです。それをつけて、なんだっけ、ラピズラズリンのブレンド、これをじゃあつけて僕がやります。何を。大復活を。大復活を。本当に。まあ、目隠し大復活的なやつですね。本当に。まずキャラ機体セレクトとかちゃんといけますよ。最初赤ですよね。赤緑青で1ピースタート。もう1回です。はい、上から緑、赤、緑、青。今緑。いや今赤、緑で、ボムパワーストロングの順番です。それは分かった。ストロング、はい。注意してください。ちゃんと指示出してください。これ指示出すんですか。ノー指示じゃ、指示なし。何言ってんすか。ちゃんと裏に突入してくださいよ、じゃあ。怖すごい、なんとなく切り返してる。あ、なんとなく8アイテム出してる。なんとなく取ってる、何それ。繰り返ししかしない。今画面のどこら辺ですか。いや、まあ普通の位置です。普通のいつも先生がいるあたり。いや、わかんない。銀座とかですか。銀座にいるんすか。銀座最近行かないです。
裏の話。いや、もういいです。どこどこどこ。え、今中ボス、中ボス、中ボス。もう中ボス。今中ボス。ちょんよけ？ちょんよけして、お、よけてるよけてる。この中ボスちょんよけ？はいはい。あ、音ボム出た。音ボム出た。はい。なんで？いや、被弾したからです。ちょっとだからそういうの先に言ってよ。怖っ。倒せなかったです。倒せなかった。中ボス逃げたって。左の方には。え、はい、何言ってんすか。もうそこじゃないです。はい。どこですか。どこって言ったらいいの。あ、未確認の。そうそう。左の方に入った。あ、取った取った取った。なんだこれ。スカーリス。今何機。まだ飲みます。いや、あのボム2回出てます。2回 ?1 回か。え、じゃあゼロです。何言ってる。あ、死んだ。ハイパーゲージないっすよ、まだ。あ、すっごい前出てる、すっごい前出てる。何やってんの。すっごい前出てる、何やってんの。怖っ。とりあえず高校攻撃の続行か。いやいやいや、一面はクリアできるんですね。目隠しで決意3面まで行ったことある。まあ、決意結構音頼りですよね。ビビビビビビって。ミッション開始です。はい。目を閉じることで頑張る。シックスセンス出てます。はい、なんで避けられんの今の。ハイパーがない。ハイパー今切れました。今までハイパー出てました。ボーム1です。ボーム1。指示が悪い。出た。勝手に始めた企画で切り返してます。切り返してます。あ、中ボス出ました。あ、今被弾しました。すっごい上の方いるけど大丈夫。あ、死んだ。え、ちょっと待って。だからそういうの先に言ってよ。なんだこの企画。サンネルトンって言ってよろしいですか。中ボスは。中ボスいます。当たってる。あ、当たってる。倒した。ザコがいっぱい出てる。いっぱいハイパー出てますからね、今ね。コメントも拾ってください。あ、はいはいはい。聞き台復活って言われてます。あ、ザコいっぱい巻いてる。あ、ハイパー切れました。はい。中央あたり。あ、結構ちゃんと取れてる。今ど真ん中にいます。右、今一番右にいます。オートボームが出ました。用意がよろしいですか。レーザー怖いって。なんか意外とちゃんといけてるのがムカつく。え、何その避け方。正しいボム1個取っちゃう。福笑いかな。はい、これ無理でしょ。これ見ないで避けるんですよ。頑張ってください。見ないで避ける。無理。ボムありますよ。オートボム2回出ました。え、ボム今初めてちゃんと出ました。残金何個。ゼロです。え、残ゼロ。ボム2ですよ。ボム1です。ボム0。これ倒したらきつい。やってみてください。これ なんだろう。これ楽しい。思想先生なんて。あ、死んだ。はい、終了です。本当だ。コメントしづらい。まあ、皆さんもぜひやってみてください。ゲームオーバー。いいのか、これ。お疲れ様でした。5分余りましたよ。5分余った。告知しますか。まあ、さっきちょっと私がやってる間に少し告知していただいてたようですけど、有谷先生のイベントやってます。やってますね。これからですね。今日のメンテ明けから有谷先生のイベント告知が出てるので、あのそこでストーリーとか読むことできますね。今日告知してる。そうです。邪魔してやろう。はい。あと応援イベントも始まりますね。応援イベント。はい、あのカレンちゃんが主役の応援イベントが始まります。非属性好きの人集まれということで。カレンちゃん、はい、あいつ髪長いです。カチューシャしてる子。
新卒先生マイクさっきちょっとぶつかっちゃったん、ぶつかっちゃったん、目隠ししてたからですか。うん、なるほど。ああはい、すごい年始にしてこれまでで一番グダグダな放送になりそうですね、これ。いや、そういうもんですよ、年末年始って。画面小さいって。ああ頑張ってください。ビョーン150、49あたりがいいですよね。150でいくか。はい、いや僕もな流しなんで喋ってください突然ブラックレーベルを突然始める流しなんで。はい、いや一通り告知もしちゃったんですよ。皆さん誰に投票しました、アゴマツの総選挙。エヴァンズマン、私と先生はエヴァンズマンなんですけど、ケイ君は。お曲かっこいい。え、適当に。嘘つけー、ラナンしか入れてないんじゃないの。ラナンいないでしょ。そうだ、ラナンメインキャラだから入れらんないんだ。こすっからーい、推しでもなんでもない子に入れてるんですね。入ったっけ。それ乙女は嬉しいのかな、そんなことされて。乙女なんて所詮データですよ。そういうこと言うの。所詮データです。なんでそういうこと言うの。大佐とかは。あ、そっか、シャンルー、シャンルーもリゼルちゃん、なるほどなるほど。あ、ね、タテハとかアゲハいないマイク寄せる、ケイさんにマイクを。ああ、まあ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 、嘘。なるほどね。ロロイだ。ロロイ、なるほど。アゲハ姉さん、アゲハ。タテハには入れないの。タテハ入れてない。なんでなんでタテハに入れないんですか。めっちゃガルーダ好きじゃない。いや、ガルーダ好きなタテハは。謎のこだわり見せてきましたよ。マダラは。マダラ、いたら入れましたね。あと行ってほしいキャラいますよ。ビカクリーンの戦闘機が接近中です。 JB フィフス。あー、そ、あ、じゃ、あ、JB フィフス、 JB フィフスいたら入れる。入れる。あとウォタロ、バレブ、ウォタロ、バレブ、イルセージブラッチェさん、またマニアックなと思う。ホクフィレさん、ウェハさん、ウェハさんいたら入れたかったです。おー、打ち返しよ、すごいすごい打ち返しよ、すごいよ。残り2分ですけど、エクステンドしました。あ、エクステンドした。ブラックレイブルはエクステンド早いっすね。ストロング、中面前、準拠、準拠、準拠、はい、なるほどね。あ、アマモ、ルクリア、コムラ、なるほど。アマモちゃんも可愛い。アマモ、ルクリアちゃん大丈夫。なんで？バカじゃないですか。何言ってますか。いろいろ。なるほどね。助けて。今ボタン押しただけですよね、ハイパー。反応される。スレッジの敷居、OK、ハイパーを発動して便利です出が遅そう。こいつは超に OK です。こいつは超に OK ですって。あと1 分, あと1分というわけで、今年もケーブルテレビこんな感じで、ユタミ同好会メンバーはね、いや、いるんですよ、いっぱい。いるん、そう。いっぱいいるんですよ。この配信の裏でも、手伝ってくれてる方とかいるんで、人間がいないわけじゃないんですよ。ケーブルテレビとして出てるの、いつもこの3人なんですから。さらし台でやりたくない人たちが。あ、別にね。まあ、顔出すのもいろいろリスクがあるので。あ、でも、あれ、おっさん呼びましょう。あー、やれなかった。やれんのか、やれなかった。やれなかった。そうですね、まあ、松本さんなんかももしかしたら来てもらえるかも、かも。今年も、まあ、ちょっとケーブルテレビがどう進化していくか皆さんの視聴数にかかってるはい、というわけで、じゃあ今日はこんな感じですかね。グダグダですいません、失敗してすいません。バーチャル